はい、おじいです。さあ、今回はね、こちら、もう、朝一番ね、みんな困ってる人が多いでしょう。KDDI 通信障害。連日、どうしたんだ、一体、KDDI だけ。ね。まあ、ドコモもなんかちょっとバタバタあったみたいだけど、ね。楽天モバイルも影響しているようです。喉痛い。てん。はい、今回ね、視聴者様から速報いただきました。au が西日本エリアで通信障害。au、uq、ポボ、音声通話、データ通信利用できない。おじい、速報でした。ということで、ありがとうございます。はい、そんなわけでね、ニュースを見ていきましょう。西日本で KDDI が通信障害。au、uq、ポボや au、ね、ペイに影響しているよということです。KDDI は西日本エリアで通信障害が発生していることを明らかにした。11日7時18分頃から一番大切な時はみんな通勤時にあのコンビニでペイってね、コーヒー買ったりとかパン買ったりとか、ね。au、uq モバイル、ポボ、au 回線の MVNO、au ペイに影響している。もう仕事現場の打ち合わせとかね、どうなってるかみんなえらい困るよね、これね。同社によれば、通信、データ通信、SMS、ホームプラス電話で利用しづらい状況にある。通話については、ユーザーによって利用できない場合があり、緊急通報にも影響がある。ね。まあ、場合があるって書いてあるけど、ほとんど使えないんだろうね。こうやって、こうやって書くときはね、そうなんだよね。はい。そんなわけで、対象エリアは、富山、石川、福井、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀。京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄、ね。かなり広範囲、すごく、ね。一体何があったんだ？あの、寒い地方で電線に雪が積もってとかね。そこの雪国の一部だったらわかるけど、一体何があったんだ、ね、広すぎる。で、そこ、KDDI の通信障害、楽天モバイルや副回線にも影響ということで、11日7時過ぎから発生する KDDI の通信障害は、同社サービスだけでなく、他社と連携するサービスにも影響している。そうだね。楽天モバイルは KDDI の通信障害を受け、楽天最強プランをパートナー回線エリアで利用する場合、通信やデータ通信が利用できない、あるいは利用しづらい状況になると案内している。これ大変だ、本当。楽天じゃない、NTT ドコモやソフトバンクは副回線サービスにおいて au 回線を利用している場合、通信障害の影響を受けるとしている。これさ、大規模通信、障害とかあって、で、一個しか持たないとやばいよねっていうことで、で、有料で、サブ回線、副回線はね、契約してる人、それが使えない、シャレになんないじゃん、これ。アホか。ね、で、これがね、8日の日にね、あったんだよ。おじ取り上げなかったけど、au pay で一時利用できない障害、復旧もログインしづらい可能性ということでね、8日の日にね、この、で、通信の方は関係なかったので、おじいはこれスルーしたんだけど、au pay だけだったみたいだから、今回はね、全部ダメっていうことで、いやー、何やってんだろうね。で、楽天モバイルの、で、パートナー会社に最強プランの最強の部分が使えないっていうね。で、自前の会社はね、急がなくてもいいやっていう、まあそういう、考え方針に切り替えてるんだよね。だこういう時に困る、ね、楽天モバイル何も最強じゃないね、本当ね。最強ってつけてるやつってろくなもんがないんだよ、本当ね。最近ネットの変な CM でね、最強最強ネットがいいウェーイみたいなね、そんな CM もあるけど、最強ってつくとね、ろくなもんじゃねえ、本当。はい、そんなわけで、KDDI、ご愁傷様です、ね。おじいのところはね、12月、もうポポがね、半年なんで、今、唐揚げくんのやつが来てるよ。ね、唐揚げどう？唐揚げ、唐揚げっつって、
唐揚げ1個バージョン、2個バージョン。抽選で、なんだか5個まで。そんな、唐揚げくんに釣られてそんなもん。いらねえ。ほんとね。はい。そんなわけで、ケンディディアンの通信紹介速報でした。速報なんで短くあります。じゃあね。バイバイ。